相川清長公の菩提寺、夫妻寺の地仙海有識日本庭園は、相川清長公の居城、大場沢城の城石の城山の一部に居まし、見事な前庭園として有名である。相川清長は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、上杉氏の家臣、大場沢城主、洋北州。相川氏は、洋北州と呼ばれる。 越後国北部の国人で越後岸戦軍を領する。大英7年、相川氏の居城である小馬、沢城の麓に、不さ寺を回帰。協六3年、上城定則が守護大、長尾溜影に対して拒兵した、上城の乱では、他の洋北州と共に、上城氏側に着いた。天文8年、名優であった本城傍町と教会城にある氏も、 お島城の支配をめぐって対立し、傍聴の弟、小川長介と共謀して、本城城から傍聴を追い落としで和国に敗走させた。1551年に、小川長介が傍聴の維持である、千代の嶋丸を要する勢力に追い詰められ、切腹させられると、清長も危うく討伐されかかるが、色美勝長が、両者の仲裁に入ることなきを得ている。 長尾春慶から長尾影虎が家督を継承すると、従属し、第四次川中島の戦いでは、本城茂長や色部勝ながらと共に、武田軍別動隊に備え、謙信の軍に合流して、武田軍と乱戦を展開した。A61 年、武田信玄の調略に応じて、本城茂長が謙信に反旗を翻すと、清永はそれに交応せず、謙信に引き続き属した。 孤立した重長は謙信に不利許されるものの、本条領を削減しそれを相川氏の治療とする講和条件であったために、元気2年に、重長はこれらを恨んで清長を討伐、この際に清長は死去した可能性も考えられる。なお、重長はこれを謙信に咎められ、一旦は本条を没収されるものの、詫びを入れて本領を返還されている。なお、 重長が無本を起こしたときは、この相川森長が、相川野中における主導的役割を果たしているために、少なくとも1568年頃までには、第一線から退いていたと思われる。井上俊夫、上杉謙信新人物往来者 ISBN4 から404001037による、ありがとうございます。